こんばんは。サムラジカのことです。はい、ライブ配信。まあ、今日実は2回目なんですけどね。今回ちょっとタイトル変えまして、第28回、建設業経理士9日級ですね。を受験されるあなたへということでね、ちょっとライブ配信を、ゲリラライブ配信をね、スタートいたしました。ね。まずですね、試験の3日前、ね、今日はあの2021年の3月の11日なんですけど、3月14日にね、まあ、本試験を迎えている方、ね、だと思いますけどね、あと3日後ですね、試験がね。うん。で、この3日前のですね、まあ、勉強というかね、まあ、心持ちもそうですけど、そこら辺の話をね、ちょっと少しお話しようかなと思ってですね、ライブ配信をスタートしたんですけど、うん。まあ、結論からいきますとね、もうね、うん。本試験、3日後ですからね、ここはもう死の語を言わずにですね、もう今まででね、勉強してきた内容をね、とにかく、復習すると、ね、いうことにつきますね。うん。基本的に新しい問題やってはいけませんよ。ね、うん。とりあえずね、今までね、ちゃんと勉強してきたやつだけをね、絞って、しかも基本問題でしょ？基本問題、に絞ってですね、そこをもう徹底的にね、仕上げていくと、いうことにつきますね。うん。あんまりこう、直前期にね、あんまりこう、新しい問題とかね、ちょっと目新しいやったことないような、まあ予想問題とか、手出すとですね、まあ不安ばっかり出てきますからね。うん、これ出た。どうしようとかね。あ、これはまずいんじゃないかとかね。そんな感じでね。本当にこう不安ばっかり、ブワーっとね、心もね、なってきますからね。非常にこう、マイナス面が多いですから。ね。だからやっぱりこう、この3日前っていうのはですね、とにかくこう自分がね、今まで勉強してきた内容をですね、もう一回復習すると。うん。いうのがですね、まあ一番効果的な勉強ですね。うん。で、まあ、あとですね、まあ、内容面はね、それでいいと思うんですけど、メンタル面ですかね。まあ、どっちかというとメンタル面の方が大事ですよね。うん。メンタル面ですけど、まあ、そうですね。うん。まあ、この時期にね、ちょっとやる気してない方はね、まあ、ちょっともう、非常にこう、まずい状態でしょうからね。うん。だから、次回、ね、もう諦めて、今回諦めて次回に回すってもちろんやってもいいんですけどね。やってもいいんですけど、そうするとまあ負け癖ができますからね。うん。負け癖ついちゃうとね、これ負け癖自体はね、なんつうの、まあ、もちろん悪いんですけど、負け癖ついちゃうとね、もちろん悪いんですけど、負け癖自体はね、まあみんな、基本的に、心の中で持っちゃってるやつなんでね、あれなんですけど、一番まずいのはね、負け癖がね、慣れちゃうことなんですよ。うん。これまずいですね。これ一番まずい。ね。うん。負け癖、ね、慣れちゃうと、もうちょっとね、こう、あ、これ勝てるんじゃないかなと思った瞬間にもう、やめちゃうんですよね。逃げちゃうんですよ。うん。その癖がね、つくのが一番怖いんですよね。うん。で、これ一回ついちゃうとね、なかなかこう、負のループで抜け出せませんからね。うん。でそうなってくるとね、うん、いい感じでね、仕上がってたとしてもね、ちょっとこう難しい問題が出てきちゃった時なんかは、もうすぐ諦めちゃうんですよ。ね。で、諦めちゃうとね、本当にこう、そこで思考がストップしちゃいますから、こう、何クソっつってね、なんか取れるとこないかみたいなね、感じで探すことしなくなっちゃうんですよ。ね。うん。で、そうするとね、もう本当落ちる可能性がすごく高くなっちゃうんですね。うん。これ今回だけじゃなくて、毎回そうなっちゃうんですよ。ね。うん。だからね、まあ、僕は、まあ、塾生さんとかね、もちろん言ってるんですけど、やっぱ試験においてね、一番大切なことっていうのは、これはもう単純なんですけど、諦めない気持ちなんですよ。要はね。うん。受かるまでやるってわけじゃないでしょ。ね。受かるまでやるっていうのが別に大切なことでもないんですけどね。明らかに見極めるっていうのは諦めの語源なんで。だから、明らかに見極めるんでね、チャレンジしてみて、あ、向いてるなと思ったらやめてもいいんですよ、別に。で、別な方に行けばいいんです。全然ね。それは何も問題ないんですよ。ただね、やりきってみないとね、わかんないんですよ。自分に合ってるかどうかもわかんないしね。うん。やりきりもしないでね、諦めちゃうのは、それはね、負け癖ついちゃうんですよ。ね、
やりきりもしないで、諦めちゃうとですね、他のその分野に行っても絶対諦めますからね。うん、同じように。ね。うん。何にも目は咲きませんね。うん。それが怖いんですよ。うん。だからね、とにかく、まあ、受かる、落ちるっていうのも大事なんですけど、ね。やっぱ走り切るってことなんですよね。やりきる、力っていうんですか。確かグリッド力って言ったのかな。ちょっとなんかの本で、タイトルだけ見たことがありますけどね。やりきる力が大事なんや、みたいな感じ。まあ、まさにそうかなというふうに僕も思いますけどね。うん。だからね、ここのね、この試験3日前のね、やっぱりこうメンタルの持ち方としてはですね、とにかくね、やりきるんですよ。ね。うん。で、ここでやりきんないとね、まあ、負け癖ができます、つきますから、ね。だから次回もまたね、同じような状況になったら、本当にまた諦めますからね。うん。まあいいわ、つってね。その累積になっちゃうんですよ。ね、で、最悪いつしかね、やりきりもしないで諦めてるっていうね、いう状態になるとですね、自分に対する自信っていうか、自分に対する信頼っていうのもなくなりますからね。うん。で、そうなってくるとね、何やってもね、なんつうのかな、まあ、何やってますか、そもそ もうチャレンジ精神がなくなってきちゃいますからね、そうなってくると。ね、うん。だからね、一番怖いのは、負け癖、負けることに慣れてしまうってことなんですよ。ね、うん。これがね、非常に本当にこう、怖いですね。一番怖いですよ。うん。だからね、とにかくね、この3日前、ですね、うん。ここをね、いかにこう、諦めないでね、やりきるかっていうことなんですよね。うん。で、さっきね、ちらっとまあ、見たんですけどね、東大のね、池谷なんとかっていうね、ユージさんと話をせんでしたんでね、僕も結構好きで本を読んでたんですけど、その人もね、まあ、脳科学者かな、確かね、の本がいっぱいあってね、2年ぐらい前かな、まあ、結構バーッと読んでたんですけどね、うん。さっき記事になってたんですけど、やる気ですね。やる気のこう出し方っていうことで、テーマで少し書いてありましたけどね。そもそもやる気っていうのは存在しないと。ね。いうことですね。要するにこう、やる気を出して勉強するというよりはですね、もうやってる最中にね、まあやる気っていうのは勝手に出てくるっていうね。ここが結論らしいですけどね。うん。まあ、確かにそうだね。こう、やることによってね、最初はこう乗り気じゃねえんだけど、ね。なんかやってるうちにね、まあ問題解いてるうちに、ね。なんか乗ってきちゃうみたいなね、そんな感じですよね。やる気っつうのはね。うん。まあ、とりあえずもうやっちまうと。ね。うん。そういうのがね、スタートしちまうと、ね。いうのがね、まあ、非常に重要じゃないかなと。いうことですよね。うん。だからこの3日前のね、このね、うん。特にこう、勉強があんまり進んでない方ですよね。勉強があんまり進んでない方はね、多分こう、ね、どうせこのままやってもね、落ちるし、みたいなね。感じの多分気持ちがね、強いと思うんですけど、前にも言ったんですけど、この直前期っていうのはね、本当にこう一番脳みそに入ってくる時期ですからね。うん。で、この直前期の一番脳みそに入ってきやすい状態をですね、逃してしまうとね、これは本当にもったいないんですよ。うん。例えばね、まあ、試験が3月14日じゃないですか。で、3月14日ね、まあ、終わったらするじゃないですか。で、終わったとするとね、多分勉強しないでしょ。うん。次が9月が試験ですけどね。まあ、次は6月が申し込み、上旬かな ?6 月の上旬が申し込み締め切りですけど、ね、多分3月14日の試験終わった後はね、まあ、本試験のちょっと回答解説とかちょっとチェックするかわかりませんけど、それ以降は多分やんないと思うんですよね。うん、6月のその試験のね、締め切りまでね、申し込み締め切りまでね。うん。で、6月までやんないで、で、ね、まあ、申し込み終わって、で、まあ、7月に入ってですね、じゃあやっかっつって、7、8、まあ、9の試験になっちゃいますからね。実質2ヶ月ちょことしかないんですよ。また落ちるんですよね。うん。2ヶ月ちょいしかないからね。科目にもよるんですけどね。建設業、建設2級だったらね、まだあれなんですけど、範囲がね、狭いし、まあ、過去問のね、類題ばっかりですから、基本的に、ね。今のところですよ、今のところ。将来はわかりませんけどね。うん、今のところはそうなんでね、建設業、建設2級だったらね、過去問をとにかく何回も繰り返しとけば、合格可能性がすごく高くなりますからね。いいんですけど、1級ですよね。建設業、建設1級ね。3科目ありますし、財務諸表とね、まあ、厳格検査と財務分析ということで。
3科目ありますけど、財務諸表とですね、まあ、喧嘩計算がね、ちょっと2ヶ月ちょこっとではね、なかなか難しいですからね。うん。どこまで勉強が進んでるかによりますよ、もちろんね。1回目に受験、2回目受験なのかとかね、3回目受験なのかとか、ね、それにもよりますし、ね、どこまで、自分がね、受けたときに、理解が進んでたとかね、もちろん、過去も全部解いたとかね、そういうのもちろんありますよ。ありますけどね、うん、やっぱりこう、6月のね、申し込み、締め切りから、4月本腰し入れて、7、8で9月ちょこっと、2泊2ヶ月ですね、の勉強で、じゃあまたリカバリーできるのかと、まあ、難しいですよ。ね。うん、でそうすると、また諦めるでしょ、これ。ね。うん。まあ、8月くらいになったら、また諦めますよ。まあ、ダメだ、今回も、つってね。うん。で、またね、勉強ね、やんないで。で、まあ、11月のね、締め切りですね。3月の試験の締め切りは11月上旬ですから。そこまでまずやんないでね。で、また申し込みやって。で、師走は忙しいですからね。12月忙しいんで、まあ来年入ってからやっかっつってね。まあ1月、2月やろうとするんだけど、またね、1月だけちょこっと頑張ってね。2月になってきたらね、まあまたダメかなっつって、また諦めるじゃないですか。うん。また9月でいいわってなってね。これなんですよ、一番怖いのは。この負のループね。うん。これにはまっちゃったらね、この負のループにね、諦めるっていう負のループにはまっちゃったら、まあ、もうね、ちょっと厳しいですよ、これ。うん。建設業研修級カルドはね、厳しいと思います。うん。確かにね、今の二小募金2級ね、今のじゃん、今ね。将来的な二小募金2級はちょっとまたね、将来っていうのは、2021年、どうですかね、の、まあ二小募金なんかは、非常に比較的簡単になっていくと思うんでね、これからね。2勝負金2級3級はね。1級は相変わらず難しいですけどね。2勝負金2級3級は、まあ、比較的ね、ちょっと簡単にはなっていくと思うんですけど、ただそれに比べてもね、うん。建設業研修1級っていうのはね、今の2勝負金2級よりはね、もう本当にこう、まあ非常に楽で、計算問題だとすごく楽ですからね。理論問題はもちろん勉強しないといけませんけどね。うん。だそうなってくるとね、やっぱりこう、建設業研修1級ですね。これでね、やっぱ負け癖ついちゃうとね、要するに諦め癖ね。うん。諦め癖、こうでつけてしまいますとね、ほんと負のループに入って、ね、ずっと受かりませんから。ね。うん。これが一番怖いんですよ。ね。うん。だからね、本試験3日前っていうのはですね、さっきも言いましたけど、やっぱね、こう、落ちるかどうかっていうのはね、とりあえず置いといてね、うん、受かるかどうかっていうのも置いといて、自分が今までね、勉強してきたこの基本問題ですよ。ね、基本問題ね。これはもう徹底的に回してください。何回も何回も。ね。試験3日前っていうのはね。うん。基本問題だったら大丈夫でしょ？ね。うん。難しい問題やんなくていいですから、ね。基本問題ね。うん。勉強進んでない人ですからね。うん。勉強進んでない人でも、ね。基本問題はね、この3日間やってくださいよ、しっかりと。ね。特に3月13日ね。もう前日なんかもうとにかく、自分のね、持ってるテキストとかあるじゃないですか。ね。それの基本問題だけね。引っ張ってきて、もう何回も何回もやると。ね、覚えるぐらいまで繰り返しやっちゃうっていうね。そんな感じでね、やってくださいよ。ね。で、試験受けに行ってください。ね。うん。敵前逃亡は絶対ダメですよ。ね。うん。敵前逃亡だけは絶対やめてくださいね。うん。受けに行くことは言ってくださいね、絶対に。ね。うん。それすらやんねえと、本当に負け癖つきますからね。うん。で、一回負け癖つくとね、本当癖になっちゃうんで、慣れちゃうんで、負けることに、慣れちゃうんですよ。不合格になることに慣れちゃうんですよ。それが一番怖いんですよ。ね。うん。だからね、落ちること、不合格になることはね、別にね、まあ、もちろんね、受かるためにやってっから、ね、不合格っていうのはもちろん悲しいでしょうけどね。でもね、不合格以上にね、本当に悲しいっていうか、本当にまずいことは、ね、不合格に慣れてしまうことなんですよ。ね。これが一番まずいですからね。うん。これは建設業研修1級2級に限らずまずいですよ。ね。うん。どんなことにやったって、負け癖つきますからね。うん。で、特にですね、まあ、今ね、4人の方見てくれてますけど、当てます。この4人の方がですね、どういうね、方なのかちょっと僕はわかりませんからね。ちょっと仮説で喋っていきますけど、例えばね、まあ、お子さんね、いらっしゃると。
いう方でしたらね、自分に子供がいるという方でしたらね、やっぱりね、こう、親の姿をね、子供見てますからね。うん。自分のね、親のですね、これ僕の塾生さんのね、今までの経験ですよ。まあ、2000人以上僕教えてますからね。で、その中で社会人ばっかりですから、僕は基本的にね、僕の生徒は社会人ばっかりなんで、子供さんがね、まあ、中学生とか小学生とかのね、子供さんがいる方が非常に多かったんでね。今も多いんですけど、うん、そんな中からの話ですよ。あくまでね。まあ僕自身は結婚したこともないし、子供もいませんからね。推測ですから。あれですけど、ね。やっぱりね、こう、うん。親のね、こう、まあ姿勢ですよね。受験勉強に対する、この建設業研修もそうだし、日照簿記もそうだし、全部の試験そうなんですけど、それに対する姿勢っていうのはですね、これやっぱ子供見てるんですよ。じーっと。うん。ね。で、やっぱり真似しちゃうんですよね。その親の姿勢っていうのをね。うん。親のね、言動は別に気にしてませんからね。うん。表面上気にしてますけど、子供はね。深層心理ですよ。ね。うん。本当にその気持ちがそういうふうに思ってて喋ってる言葉とですね。うん。心にもないことを喋ってる言葉があるじゃないですか。ね。で、同じ言葉喋っててもね。諦めんじゃねえっていうことを、例えばね、喋ったとしてもね、その諦めんじゃねえっていう言葉にですね、魂が乗ってるのか乗ってないかなんですよ、要は。ね。うん。で、諦めんじゃねえっていうことにですね、魂を乗せるってことは、本人が諦めない気持ちを持ってないと乗んないんですよ、魂っていうのは。そうですよね。うん。だって自分がね、もう試験でね、諦めちゃってる癖が持ってると。ね、あ、ダメだこれ。受かんねえっつって、ね、思ってる中でですね、言ったとしたって、説得力ないでしょ？だってあんた諦めてんじゃんって子供に絶対言われちゃうんですよ。ね、言われないにしても思われちゃうんですよ。ね、そういうこと聞かないんですよ、要は。うん。でもね、親自身がね、もう諦めないで走り切るっつってね。うん。お父さん、お母さんはね、落ちる可能性が高いかもしれんけど、でもね、諦めないで、とりあえずね、1% でも可能性があったらやってくるわっつってね。受けてくるわっつってね。うん。やってくださいよ。ね。そうするとね、絶対子供見てますから、それ。ね。諦めないんだと。ね。誰がどう見てもね、一般的に見たらね、世間的に見たらね、もうダメだろうと、これ。あと3日しかねえし、ね。で、しかも勉強ここまでしか終わってねえし、ね。過去問もそんなに満足いくほど解いてねえし、ね。うん。テキストは一応終わったけどね。基本問題は終わったけど、ね。でもね、応用問題とか過去問とかね。でそういうのをちょっと満足にね、こう、研ぎ切ってっていう状態でない。ね。そしたら、まあ、落ちるんじゃねえかと。ね。落ちる可能性が 99% じゃねえかと。いう状態になってると。お父さんお母さんがね。でも、そのお父さんお母さんがね。うん。それでも、適前逃亡はせずにね、受けに行ってると。うん。落ちるかもしれんけど、ね。うん。お父さん、一点でも取ってくるわっつってね。言って、受けに行ってくださいよ。見てますから、子供が。それを見てるんですよ。ね。うん。まあ、子供じゃなくて別にいいんですけどね。後輩でもいいんですけど。ね、自分の部下でもいいんですけどね。うん。だから、あなたが上司だったら部下ですよ、見てるのね。うん。ね、あなたが親だったら子供ですよ。見てるのね。うん。そんな感じですね。うん。だから、あなたが先輩だったら後輩ですよ。ね。うん。必ず見てますから。ね、あなたの姿勢を見てるんですよ。姿勢ね。諦めない気持ちっていうですね。うん、何が何でもですね、やりきるっていう気持ちですよ。ね。それを見てるんですよ。じーっとね、言葉に出さなくても。ね。うん。だから、諦めないでね、走りきるっていうことをですね、自分自身が実践して、ね。そして、実践すれば、言葉にわざわざ出さなくてもいいんですよ。行動で見てますから、子供とか同僚、後輩とかね、部下はね。うん。それが一番大事じゃないですか。ね。うん。だからね。僕はまあ、塾生さんからもね、いっぱいじゃないですけど、たまにね、言われることがね、先生、なんでね、私こうやって確実にも落ちるっていうね、状況だとこう、わかりきってるのに、なんで先生諦めないんですかっていうふうに言われたことあるんですけどね。うん。僕はね、本当に 1% でもね、可能性があったら、0% だったらダメですけどね。もしね。うん。0% っていうのは試験受けに行けないってことですよ、要は。ね。例えば身体的な、理由でね。まあ、塾生さんも言いましたからね。一生懸命勉強した方だったんですけど。門膜剥離ね。
ちょっとね、なりそうになっちゃった。ドクターストップかかっちゃった女性がいたんですよ。まあ、還暦過ぎてた女性なんですけどね。まあ、二十歳で確か結婚したのかな、その女性はね。ちょっと話ずれましたけどね。二十歳くらいで結婚をしてね。まあ、ある旅館のね、おかみさんになったんですよ。その女性はね。うん、で、旅館忙しいんで、ね、まあ、本当は簿記の勉強したかったらしいんですけど、ずっとね、二十歳から、二十歳に嫁いで、で、ずっと、旦那さん亡くなっちゃったんですけど、旦那さんが亡くなる、50半ばぐらいまでなるまで、まあ、ずっと本当に忙しくてね、旅館系とか、まあ、子育てもやってますかね、とかいろいろね、まあ、やってた女性なんですよ。で、旦那さんがちょっと亡くなっちゃってね。で、まあ、旅館をね、売却したのかな、確かね。で、うん。で、その後僕の塾に来ましてね。先生、これで、まあ、ようやくっつったらあれですけど、ね、私のやりたかった簿記ね、簿記の勉強できますっつってね、うん。で、その女性の方は、50半ば過ぎてから簿記を始めて、二十歳の時に勉強したかったね。簿記始めて、習いに来たんです、僕のね。で、3級買って。で、2級はちょっと残念ながら1回目落ちちゃったんですけど、2回目ね、の2級、2勝2級だったんですけど、の時にね、本当に一生懸命勉強しましてね。もう、模擬試験とかね。結構、僕がやる模擬試験は難しいんですけど、80点とかね、90点とか取って、他のね、塾生さんもね、ああ、もうね、まあちょっと S さんって言いますけど、S さんね、55、6の方でしたけどね、S さん、絶対受かるよね、っつってね。うん、もう模擬試験、もうトップですから、ダントツトップなんで。うん、80点、90点取れる試験じゃないんですけど、普通は50点とか40点でも受かるようなね。本試験で受かるような難しい試験なんですけど、予想試験ですけどね。それ、まあ、80点、90点取ってましたからね。彼女はいつも。うん、いやー、S さんも絶対受かるね、つってね。うん、塾生ね。まあ、当時教室ライブやってましたから。それでやってたの、言われてたんですよ。でもね、その女性がね、S さんがね、今言ったように、網膜剥離ね。うん。まあ、勉強しすぎですよ、要は。細かい字見れますからね、簿記の勉強だからね。しかも夜ね、ちょっと暗いところで勉強したんですかね、ちょっとわかんないですけど。それでやりすぎちゃってね、勉強やりすぎちゃってね、こう、これ以上勉強しちゃったら目が見えなくなりますよと。だから、もう、やめてくださいって。試験もやめてくださいって、医者に言われたんですよ。ね、うん。それでね、泣く泣くね、うん、もう、諦めたんです。この時はもう 0% ですよ。これはしょうがないです。身体的な問題ですから。うん。これは僕も諦めないでね、やれって言いませんよ。こういう時はね。うん。健康第一ですからね。あくまで健康第一なんで、ね。うん。だから健康を損なうような場合だったらね、もちろん、それはもう受験やめてくださいって、ね、断念してくださいって僕も言いますよ。ね。うん。言いますけど、ね、うん。そうじゃない限りね。うん。そうじゃない限りは、やっぱりね、走り切ると。うん。うん、で、1% でもね、合格する可能性があったらね、僕は諦めませんからね。講師としてね。うん、僕は絶対諦めません。少なくとも僕の講師の僕からは諦めることはしません。ね。うん。生徒さんがね、諦めちゃったらそれしょうがないですよ。ね、うん。生徒さんが諦め、塾生生徒さんが諦めちゃったら、これ僕どうしようもありませんからね。うん。だって受けに来る俺じゃねえんだから、ね。受けに来るのは生徒自身なんだからね。生徒自身が諦めちゃったらもう僕はどうしようもできません。ね。うん、そう、これアドラー心理学って言うんですけどね。アドラー心理学のね、観点からいくとね、これ課題の分離って言うんですけどね。うん。これはね、僕はね、簿記の質問が来たらね、わかりやすく、日本人わかりやすく教えると。ことは僕の課題ですよね。でも、本人がね、勉強するっていうこと、本人が勉強するっていう課題は本人の課題なんですよ。僕の課題じゃないんですよ。だって僕、自分が勉強できませんからね。それは心情的にね、僕が代わりに受けに行ったら受かっちゃうんで、簡単に。だからもちろん、で、受けに行きたいというね、もちろんありえませんけどね。そういう心情なんですけど、それできません。もちろんできませんからね。うん。だからもう、本人にやってもらうしかないんですよ。ね。だから、本人が諦めちゃったら僕も、アドバイスしませんよ。ね、だって、しようがないからね。うん。強制になっちゃうからね。やっぱり本人が諦めてないと。ね、うん。まあ、不安には思ってるかもしれんけどね。うん。でも、諦めてはないと。受かりたいと思ってると。諦めてないっていうのは、要するに受かりたいと思ってるってことだよ、要は。ね。受かるのが難しくても、受かりたいと思ってるってことですよ、要は。これが諦めないという状態です。ね、うん。その前だったらね、僕は、よし、じゃあ、こうやって、これ取ってね、行きましょうっつってアドバイスちゃんとしますよ。ね。
うん。これがたとえ 1% の、ね、確率であっても関係ありません。僕はやります。全力尽くしますね。うん。ね、だからね、最後までね、諦めない。この気持ちですね。うん。これがやっぱり一番大事。で、そして、僕だけはね、ね、諦めないと。そうか、僕からは絶対、講師からは絶対諦めないと。ね、本人が 1% でもね、諦めないで受かりたいと思ってる気持ちがあるんだったら、全力を尽くすと。ね。うん。で、実際ね、まぁ、ちょっと、今回は通信教育は原価計算だけ僕やってますけどね。今ちょっと財務分析と財務諸表も、まあ、レジュメ作りやってるんですけど。例えばで、原価計算だったらね、こういうふうに考えるんですよ。第3問ね。まあ、よく出ますよね。社内損量。第4問、意思決定。ね。そして第5問が、総合問題ね。ということで、これ決まってます。ね。40点ね。そして、第4問が16点。第3問が14点ということなんですけどね。まあ、第1問と第2問はね、まあ、それ20点、10点と。ですね。で、合格点70点ですから。ね。うん。こういうふうに、僕だったら言います。ね。まずね。第3問は、もうね、社内損量は出ると仮定してしまうと。ね。出るかどうか分かりませんよ。分かんないんだけど、社内損量がもう出ると。仮定しちゃうんですよ。ね。勝手に。そして、第4問はね、設備投資の経済性計算、意思決定ね。うん。の基本的なとこです。が出るともう仮定しちゃうんです。仮定しちゃうんですよ。第5問は仮定しやすいですね。いつも毎回一緒なんでね。第5問は仮定しやすいです。40点ね。のとこね。うん。これをね、仮定しやすい、まずは。ね。社内損量。意思決定。ね。総合問題。つってね。仮定しちゃうんですよ。それが出ると思っちゃってくださいよ。ね。勉強してない人はね。うん。そして、その代わりそれだけを徹底的なんですよ。ね。徹底的なの。そうすると、40点。第5問40点でしょ、うん、そして、第3問、4問。ね。14点、16点ですから。30点でしょ ?70 点じゃないですか。ね。うん。第1問と第2問は仮に0点だとしても、ね。3、4、5が70点。で、合格なんですよ。ね。うん。もちろん奇跡ですよ、これは。ね、奇跡です。奇跡なんですけど、奇跡なんですけどね。うん、ちょっと、まあ、ワンピースのね、言葉借りちゃうと思う、あれなんですけど、まあ、一番分かりやすいから言いますけどね。奇跡っていうのはですね、諦めない人間の頭上にしか降りないんですよ。ね。うん。これ、イワンコフっていうね、ワンピースの漫画の、キャラクターですけど、言ってた言葉ですよね。これ、僕、すごくいい、好きな言葉なんですけどね。うん。諦めない。ね。奇跡っていうのは、諦めない気持ちの、持ってる人間の頭上にしか降りないんだと。奇跡を舐めんじゃねえと。ね、うん。これすごくいい言葉ですよね。うん。本当そうなんですよ。ね。確かにね、僕が今言ったね、第3問で社内総量が出る。第4問でね、意思決定の簡単なやつが出る。第5問でね、総合問題出る。じゃないかもわかりませんよ。ね。でも、まだ試験3月14日で来てませんからね。それが出ないとも言い切れますか？言えませんよね。ひょっとしたら出るかもわかんないでしょ？ひょっとしたら。ね。だからそれが 1% でもかけるってことですよ。要は。ね。うん。だ第1問と第2問ね。まあ、とりあえず置いといて。ね。うん。第3問、社内損量14点取れる。ね。第4問、意思決定の簡単なやつね。難しいやつはできなくていいんですけど。簡単なやつ。これ出たら14点取れる。で、第5問。ね。うん。まあ、第23回だったら23回。26回だったら26回でもいいですよ。ね。どっかの1回ね、ピックアップして、それをとにかく徹底的にやる。これと同じ問題が出たら満点取れる。って状態にするんですよ。ね。これがいわゆる極地点っていうやつなんですけどね。うん。そうすると40点。ね。そうするとどうですか？ね。第3問。社内損量14点。第4問、意思決定14点。あ、16点。第5問、40点、総合問題。70点、奇跡で合格です。奇跡なんです、これ。奇跡。しかし、これを諦めちゃった人には、奇跡おりますか？絶対おりませんね。
絶対降りないんですよ。諦めちゃった人にはね。しかし、諦めなかったあなたはどうですか？ 1% ぐらいあるかもわかりませんね。合格する可能性が。ね。うん。というね、奇跡があなたの頭上にですね、降りる可能性も 1% あるんですよ。ね。だって現実にね、社内損料よう出ます。一級計画計算だよね。うん。で、意思決定もよう出ます。鈴木投資のね。第5問はもうよう出るとかいつも出ますからね。ほぼ 100% これですから。もう分かりきってんすよ、これ。出る問題はね。うん。やればいいじゃないですか。ね。うん。ただそれだけなんですよ。ほんとただそれだけなんです、本当に。ね、うん。そして、試験を受けに行く。ね。うん。もちろん、ね。そのパターンじゃない方が多いでしょう。ね。ほとんどそうでしょう。だから落ちる可能性、今のやつしかやってなかったら、落ちる可能性の方がほんと高いでしょう。99% 落ちるでしょう。しかし、1%。あるんじゃないですか？合格する可能性は。ゼロじゃないでしょ？あり得るんだから、それも。ね。だったら、そこにかけて、ね。その 1% かけてね。受けに行く。逃げない。ね。それかけたらいいんじゃないですか？ね。うん。というのが、諦めない姿勢って言うんですよ。ね。うん。で、この姿勢をね、まあ、子供であったり、部下であったりね。うん、後輩であったりっていうのを必ず見てるんですよ。ね。うん。そして、本当にね、その 1% のね、可能性にかけてね、うん、負けるのが濃厚だという状態であってもですね、うん、とにかく、やることはやろうよと。ね。うん。うまくいかないかもしれん。でも、ね。うん。まあ、やないんだったら、つまり不合格になっちゃったら、不合格になった時に考えればいいじゃねえかと、また。ね。うん。それなんですよね。うん。それで不合格に仮になりました。つったって、ね。その、諦めない姿勢をですね。まあ、見ていた。まあ、子供であったり、同僚であったり、部下であったりね。その人たちにも必ずね、メンタルはね、つまり、伝えることができますからね。諦めない気持ちっていうのは言葉で言うんじゃなくて、態度で示してますから。されることできるし、ね。何よりも、あなた自身ですよ。ね、あなた自身がこう諦めないでね、走り切った。おー、頑張ったな、私は、と、俺は、と。こんなに不合格になる可能性がすごく高い試験だったのに、よくやり切ったな、と。絶対思いますからね。うん。つまり、自分に対するね、信頼が湧くんですよ。これ一番すごいいいことなんです、これ。ね。自分に対する信頼、つまり自信なんですよ。これなんですよ、僕がね、持ってほしいと思ってるのは。ね。うん。もちろん合格ね、掴み取ってほしいっていうね、それが一番の目的でやってますからね。合格をもちろん掴み取ってほしいんですよ。欲しいんですけど、うん。この合格、不合格というですね、この要するに勝つか負けるか、まあ生きるか死ぬかってことでね、極端な例でいくと。生きるか死ぬかっていうですね、この世界にいる人間というのはですね、神経がですね、研ぎ澄まされるんで、ね。うん。ここで自分のことをですね、まあ変えるというか、ね、自分のことをまあ殻を破るというかね。それを得られるきっかけが本当にあるんですよ、これ。この受験の世界ってね。うん。そして、これっていうのは、ね。まあちょっとね、ネット試験っていうのもありますけどね。ネット試験とのちょっと比較も少し喋っちゃいますけど、二小簿記ではね、今度二級三級はネット試験でね、導入されて、いつ向けられるっていう試験になったっていうことなんですけど、まあそれも確かにいいんですよ。いいんですけどね。ただね、メンタル面の話に絞って喋ると、ネット試験はね、メンタルね、あんまりこう、ね、ゼロじゃないですけど、あんまり磨かれないんですよね。うん。なぜならば、だって自分がね、受かりやすい状態になった時に受ければいいんでしょ？そうするとね、あんまりね、こう、諦めない気持ちだけど、なんだけどってなんないんですよね。うん。悪い子じゃないでしょ、別にね。
ネット試験とかね、全然悪いことじゃないですよ。今回みたいにコロナみたいなね、影響で、中止とかね、なっちゃうと、どうしても大変ですからね。それを防止できますからね、このネット試験とかね。うん。もちろん、いいことはいいんですけど、ただね、やっぱりこう、ゴールが決められて、ね、試験 B みたいなね、ゴールが決められて、そしてそれに対して走り切るっていうね、この経験っていうのはですね、本当に役に立つんですよ、これ。うん。で、建設業はね、まだネット試験、待たずが、まあ、今後もやるかどうかわかりませんけど、ね、まあ、仮になったとしてもね、今のところは、ペーパー試験だけでしょ？で、本試験も決まってるじゃないですか。ね、多分まあ、導入はされないと思うんですけどね、建設業の方では。わかりませんよね。わかりませんけど。うん。だから今はね、ペーパー試験だけなんでね、もう、日にちが決まってるじゃないですか。だから日にちが決まってる試験なんで、ね、そしたら、ね、諦めない気持ちっていうのですね。育て上げる、磨くですね。いいきっかけになるんですよ、この試験って。ね。うん。だからね、これはもうぜひね、この建設業研修1級2級、ね、を通じてですね、諦めない気持ち、ね。諦めないで走り切る気持ち。うん。そして、それをやることによってですね、うん。奇跡をね、まあ、起こすというか、奇跡をですね、信じる。信じて走り切る。そして結果的に一番素晴らしい副産物は、一番素晴らしい副産物は、自分のことを信頼できる。つまり自信がつくってことなんですよ。これがね、一番の、ね、僕はね、副産物だと思いますよ。特に今回ね、ちょっと勉強がまだ進んでない方にとってみたらですね、ここをね、諦めないで走り切ることによってですね、うん。まあ、仮に受かったとしたらじゃ、仮に受かったとしたら、これものすごい多分、経験になりますよね。うん。はあ、よかったと。走り切ってよかったと。ね。諦めないでやり切ってよかったと。ね。いうふうに思うじゃないですか、絶対に。ね。うん。でもそれは、ね、1% のね、可能性でも、信じてね。うん。よし、やってみようっつって。第3問は社内損量。第4問は意思決定、第5問はね、総合問題出るってのを決めてかかっちゃってね、この3日間はそれだけ徹底的にやっとこうっつってね、で、受けに行くってね、うん、それをやるだけですけど、うん、それをやって、どうですか？仮に合格したら、それで。ね、これはものすごい自信になりますし、仮に不合格になっちゃったとしてもね、うん。合格になっちゃったとしても、ね、そのやった社内損量、意思決定、ね、総合問題。これ次回でもまた出ますからね。うん。復習が楽になるんですよ。今回走り切っておくとね。うん。勉強し切っておくとね。でも今回それやんなかったら、またもう一回やり直しですからね、勉強。社内損量、意思決定、総合問題。やり直しですよ、また。もう一回。ね。うん。どっちにしてもそれできないと分かんないんだから。うん。だったらやっときましょうよって話なんですよ。ね。うん。今回ね、不合格が濃厚かもしれん。ね。あ、このまま行っても多分受かんねえかなって思ってるかもしれん。ね。うん。でも、いいんですよ。やってくださいよ。ね。もう出るって分かってる。出やすいって分かってるのでもいっぱいあるんだから。ね。それやってくださいよ。一個でも多く。ね。うん。で、今回それをね、一個でも多くね、できるようにしとけばですね、仮に今回落ちちゃったとしても、また次回それは使えますからね。うん。そう。で、試験っていうのはね、一回でもいいから、受かったらいいんですよ。不合格全部消えますから。ね。うん。例えばね、2級、1級だとしてもいいんですけど、ね、3回落ちてますと。で、4回目で落ちましたって言った場合に、ね。うん。あなたは何回目で受かりましたかって、例えばね、まあ就職活動の面接で使うとしましょうかね。聞かれますか？あなたは何回目で受かったのって。2級、簿記2級ね。何回目で受かったんですかって聞かれます？聞かれないですよね。うん。2級合格しか履歴書に書いて、それで終わりですよ。あ、2級持ってるんですね、つって。それで終わりでしょ？で、第何回目の2級に受かったとか言われないじゃないですか。だから関係ないですよ、そんなもん。だから、5回落ちようが、10回落ちようがね、関係ないんですって、試験は。1回受かったら全部消えますから。オセロゲームと一緒なんですよ。ね。うん。だからね、1回1回のですね、
不合格も結構大事なんですよ。ね。どういうことかというと、どうやって、どの状態で不合格になったのかが大事なんですよ、実はね。自分の自信っていうものに対しては。ね。うん。それがね、諦めちゃってね、投げ出しちゃって不合格になった。とかね。うん。これが本当にね、ゆくゆく、うん、自分の自信につながんなくなっちゃうんですよ。要するに負け癖つきますからね。うん。また次も負けますよ。落ちますからね。逃げちゃうと。うん。だったらね、ここはでも、まあ、覚悟っていうかね、よし、やりきるぞって、ね。一級だったらね、一級の喧嘩計算だったらもう、大三も知らない、損量や。大四も意思決定や。ね、大五もそこもだやって決めつけちゃってね、もうね。うん。で、どっかの過去も一問ピックアップして、それ徹底的にやる。ね、今回まずこれだけやってみよう。つって。これだけ教えて、受けに行ってみよう。つってね。やってくださいよ。ね。絶対子供、部下、後輩見てますから。ね。うん。で、必ずいいね。波長が出ますから。それやってと。ね。うん。結局ね。やっぱり人間なんで我々は。AI じゃありませんから。ね。うん。相手のですね、やっぱり心をですね、まあ動かすっていうかね、うん、心にこう共有するというか、共鳴するっていうかね、共鳴するっていうか、それっていうのはですね、やっぱ気持ちなんですよね。気持ちなんですよ。うん。熱い思いなんですって。ね。うん。その熱い思いがね、あると、やっぱ人に伝わるんですよ。ね。うん。で、これはね、いろんなタイプいるから、まあ、俺みたいにこうやってね、ペラペラ喋る人間もいるし、あんまりこう喋らないんだけど、気持ちが熱いっていうタイプもいるでしょ？ね。まあ、それは人それぞれなんで、あれなんですけど、僕の場合はこうやって喋っちゃうタイプなんでね。うん。前面に出てしまうタイプの人間なんで、はい、僕はあれなんですけどね。まあ、そうじゃない人間もいますけどね。でもね、大事なことは、この、ね、諦めない気持ちっていうのをね、持ってほしいとか、諦めない気持ちを持つんだとかね。それなんですよ。そのコアの部分なんですよね。うん。あとは表現の仕方ですから。ね。うん。そう。それがね、やっぱりこれ AI にないとこなんですよね。うん。熱い気持ち持った AI っていないですよね。熱い気持ちみたいなね、プログラムはできるかもわかりませんけど、ね。多分気持ちが入ってないからね。うん。伝わんないですよね。うん。多分これ今俺ずっと喋ってる、まあ40分くらい喋ってますけど、ね、この40分くらい喋ってる、このね、僕がですね、今皆さんの画面に映ってるこの僕が、仮にですよ、仮にこれ AI ですって言われたらどうですか、これ。ね。なんじゃってなっちゃうでしょ？うん。で、もちろん AI じゃありませんから、僕はね。生身の人間なんで。うん、そう。だ僕はね、こう自分が思ったことをですね、こう自分の言葉でこうやって発信してますから。ね。多分ね、伝わると思うんです。ね。ちょっとわかりませんけどね。今、8人の方見てくれてますけどね。その8人の方がどういうふうな気持ちでね、ちょっと僕のこの発信っていうのをですね、受け止めているか、感じ取ってるか、ちょっと僕にはわかりませんけど。ね。うん。でもね、僕の中ではね、この、諦めないでね、走り切ってほしいと。ね。まあ、落ちる可能性が高い方には特にね、ここを諦めないでね、走り切って。そして、ね、一番の副産物であるね、うん。自分に対する自信。よく頑張ったなと。ね。あんなにこう、勉強が進んでない状態でね、あ、もうダメだなと。ね。受かんねえんじゃねえかなと。受かる確率がちょっと見えてこんぞと。いうふうに、中でも、諦めないでね、走り切って。そして、結果不合格だったかもしれんけど、ね。この3日前にね、勉強した内容が、ね。まあ、出て、ね、そこの部分が取れてたり。また、仮に出なかったとしても、次回のね、試験にね、出てね。そして、ゆくゆくは合格して。で、3回目ぐらいでね、例えば僕は合格したとするとですね、いい思い出になりますから、2回落ちたのはね。うん。ね。で、その2回落ちたっていうのをですね、語ることができるんですよ、これ、後輩とかにね。うん。アドバイスもできるようになるんですよ。ね。うん。で、その時に、その時ですね、その経験体験っていうのはですね、あなただけの経験体験なんで、ね。相手の心にね、響くんですって。結局ね、人間は、その人がですね、体験したこととか、その人が経験したことのですね、話が一番効くんですね。伝わるんですよ。もちろん経験してない話もね、伝わったりしますよ。ね。うん、しますけど、基本的には、ね。うん、その人の、その人間ですよね。その人間、AI じゃなくて、その人間がですね、どういう経験をしてきたのか、ね。
で、どういうね、タイプの人間なのか、どういう信念を持ってるのかにね、よって、やっぱりこう、人間っていうのはですね、共感し合ったり、共鳴し合ったり、まあ逆に嫌いあったりね、うん、敬遠し合ったりするわけですよね。うん。だからね、今回僕がね、まあお伝え、このライブ配信やってね、一番伝えたかったのはですね、まあ諦めない気持ちです。諦めない気持ちね。うん。1% でもね、1% でも 0.1% でもですよ、ね。でも可能性があったら、やってくださいと。ね。それが絶対ゆくゆく効いてくからと、ね。そこなんですよ。そこを伝えたかったんですね、一番ね。うん。そして、これ今3日前ですからね、これ配信してるの。ちょっとね、この動画はね、まあ、ライブでね、見てる方は3日前ですけどね、ちょっとアーカイブでね、見てる方はちょっとね、もう試験終わっちゃったかもわかりませんけどね。うん。でも、気持ちはね、この3日前にね、配信したっていうね、配信してる内容はこうですよってことはね、残りますからね。うん。これはちょっと、アーカイブでね、もし見てる方はですね、アーカイブでね、見てる場合であってもですね、本試験の3日前にね、自分が受ける本試験の3日前にね、ちょっとこれを直していただいてですね、活用していただくと、この動画はね、価値が出てくるというふうに僕は思っておりますけどね。うん。ということでね、うん、ちょっともう、そろそろ50分喋ってますけどね、20分ぐらいで終わりしようかと思った。ちょっとまた、僕の悪い癖が。キャラでね、ちょっとどんどん喋ってっとね、どんどん、喋っちゃうんで、50分近く喋っちゃいましたけど、ね。うん。ぜひね、建設業 KC1 級2級。ね。3日後に本試験です。ね。うん。諦めないでね。走り切っちゃう。ね。奇跡はね、諦めない人の頭上にしかおりませんから。ね。うん、もちろんね、勉強が進んでる方はね、全然、諦めるって気持ちも出てこずにね。今回はどうかな、みたいなね。何ができるかな、つってね。もう大体勉強したからね、つってね。どこが出てきても大丈夫なように、一応まあ準備はしたんだけど、つってね。うん。でもまあ、ちょっとこれが出てきたらやばいかな、とか言ってね。うん。いうふうに思ってると思います。勉強が進んでる人もね、結構、不安になるんですよ。ね。うん。試験というのはね、もう何が出てくるか当日なんだってわかりませんからね。蓋開けてみないとわかんないんで。ね。だからみんな不安なんですよ。結局はね。うん。勉強が進んでない人も、進んでる人もね、不安なんですよ。ね。うん。まあ人間だからしょうがないんです、これは。ね。だからね、どっちにしても不安になるんですけど。うん。ただね、まあ、今回はちょっと勉強進んでないっていうね、方向けのトークがね、ちょっと多くなりましたけどね。うん。さっきね、ちらっと話しましたけどね、S さんっていうね、50代、半ばのですね、女性の方の話、ちょっと続きがあるんでね、それだけ喋って、ちょっと最後にしていきたいと思うんですけど、S さんね、さっきも、まあちょっと今からね、聞いてる方もいるかもわかりませんから、ちょっとだけね、おさらいしておきますと、S さん20歳にね、女性なんですけど、嫁ぎましてね、ある旅館ですね、老舗の旅館だったかな。ここに今、嫁ぎまして、で、本当は簿記勉強したかったんだけどね、二十歳で結婚してね、いろいろ忙しいですから、おかみさんですからね。で、ずっと、仕事やってました。ね。で、まあ、旦那さんがちょっと亡くなっちゃいましてね、で旅館の方も売却して、50半ばぐらいかな、うん、50歳半ばぐらいに、まあ、僕のね、生徒さんとして、来ました。簿記のね、勉強したいということで来ましたね。で、一生懸命勉強して、まあ、3級買って、まあ、2級はね、ちょっと1回、二升二級ですけどね、二升二級ちょっと1回押しちゃって、二回目、もね、いらっしゃったんですけど、その時にね、やっぱ模擬試験やってたんですけどね、すごく予想問題は難しいんですけどね、まあ、それで80ね、80、90何回取れててね、ああ、周りのね、僕の塾生さんからもね、ああ、もうこれ S さん確実に受かるよね、つってね、言われてたんですよ。うん。で、確実に受かるよねって言われたんですけど、まあ S さんね、頑張り屋さんですからね、ちょっとまあ、この目のね、病気ってね、まあ、もう、まあ、学位だったんですよ。で、ちょっとね、ドクターストップ買っちゃったんですね。うん。このまま勉強し続けるとね、ちょっと目が見えなくなりますよと。うん。だからね、勉強やめてくださいというですね、ドクターストップ買っちゃったんですよ。うん。で、それでもう、まあ、受験断念ですね。というふうになった。目が見えなくなっちゃいますから。ね。まあ、細かい字ですから、簿記はね。で、目がやられちゃったみたいですけどね。まあ、勉強しすぎですよ。だったんですよ。
で、そしたらね、まあ、非常に悲しいことではあったんですけど、まあ僕はそれ報告をちょっと受けて、その S さんからね、先生、実は話がありまして、つってね、こういう理由で、ちょっとね、お医者さんからドクターストップかかっちゃいましたと。私、受けられません、つってね、まあ涙ボロボロ流してましたけど、ね、うん、そうですかと。まあ僕はそれ以上も何も言えなかったんですけどね。でもね、あの模擬試験の時だったんですけど、みんないたんですよ、塾生さんね。うん、じゃあ、S さん、もしよろしければね、今、ここでね、ちょっと皆さんがいらっしゃいますから、試験2週間前だったんですけど、その時はね、確か、もしね、あれしたらちょっと一言皆さんにね、まあ、メッセージをちょっと言ってくださいっつってね、S さんもなんか言いたかったみたいでね、みんなにはね。ちょっと諦めムードがあったんですよ、要はね、その教室全体にね。S さんはすごい点数取れてたから、ね、受かるんじゃないかってみんな言われてて、でみんなちょっと20点、30点ぐらいだったんですよ。ね、うん、だからまあ、ダメじゃないかなっていう諦めムードになってたんですよね。でその中でね、じゃあ S さん、ちょっと、じゃあ、うん、どうぞ、つってお時間取りますから、つってね。まあ僕がこう解説する前にね、ちょっと、試験2時間終わって、で、すっぽく採点して、でそこから解説入るんですけど、じゃあ S さんちょっと2、3分ぐらいお時間差し上げますから、ちょっと皆さんにね、伝えたいメッセージがありましたらどうぞ、みたいな感じでね、僕はあの S さんにね、時間を設定させていただいたんですよね。そしたら、S さんはね、もう本当にこう、今でも鮮明に覚えてますけどね、こう、教卓に立ってですね、で、こう、みんなにこう、最初見渡してね、一人一人の顔を見て、本当悲しそうな顔でしたけどね、うん、一人一人見てね、悲しそうですか、羨ましそうな顔だったかな、うん。でね、すいません、皆さん、今日はちょっとお話ししたいことがありまして、つってね、で、みんな知らなかったんでね、最初僕はもちろん知ってましたよね、裏で聞いたって知ってましたけど、なんだなんだみたいな感じでみんなね、S さんの方注目しましてね。で、50半ばの女性ね。で、注目してて。実は私ですね、目の病気で、ちょっとね、お医者さんに試験受けちゃダメって言われましたと。だから、今まで勉強一生懸命みんなと押してきましたけど、断念しますと。試験受けられませんつってね。S さん言ったんですよ、みんなの前にね。そしたらみんながね、おええー、みたいなね。うん。トップの人ですからね。ダントツトップの人だったんで、ね。試験受けに行ったら絶対受かるだろうって言われたね。そうなんですけど、その人がですよ、ね。その人が受けに行けないんですよ。ね。勉強のしすぎてね、目が見えなくなっちゃって。ね。うん。そしたらみんながね、本当に、っつってね。もう残念という、そんなね、方の言葉で済ませられるような雰囲気じゃなかったんですけど、うん。そうなんだ。つってね、なったんですよ。でもね、S さんがね、その後にね、もうみんなのこと見ながらね、私はこうやってもう今回ね、受けられませんけど、皆さん、受けられますと、ね、またあと試験 2週間ありますから、ぜひ諦めないでね、走り切って合格、私の分もしてくださいって S さん言ったんですよ、みんなにね。そしたらね、こう、僕のね、塾生さん8人ぐらいいたんですけど、その時はね、この教室に、ね、8人ぐらいいたんですけど、ね、ちょうどね、こんな感じで、この教室なんですけどね、こんな感じ。これが S さんのね、S さんからの、まあ、人がいないであれですけどね、こんな感じで、みんなに向けてね、喋ったんですね。そしたら、ああもう本当ね、一人の頃ですね、もう目がね、もううるうるとし始めて、そうかと。ね、私たちは今ね、ちょっとまあ試験もね、20点、30点ぐらいしか取れなくて、もうどうせあと2週間しかねえし、ね、もうダメだろ、つってね、まあ今回ちょっと諦めかな、みたいな感じで、そういった雰囲気がね、漂ってた中から、S さんがね、うん、その一言言って、もうみんなね、目の色変わっちゃったんですよ。そうかと。何なんだ私たちはと。ね。こんな健康で。ね。うん。別にね。試験受けに行こうと思ったら受けられるし、別にドクターストップかかってるわけでもねえし。ね。いけるにもかかわらず、何を諦めてんだと、これ私たちはと。ね。うん。たかだか試験じゃねえかと。ね。うん。死ぬわけじゃねえじゃねえかと。ね。うん。でも S さんあって90点取れてると、模擬試験で90点取れてると。
受けに行ったら絶対受かると。でも、医者からドクターストップかかって、受けに行っちゃダメだと言われてると。で、今、涙流してると。ね。うん。何なんだ、これは、と。パチーンとね、スイッチあったね。入ったんですよ、みんな。塾生がね。よし、やるぞ、と。やりきってみようと。ね。うん。S さんの分もやってみようと。ね。うん。もちろん S さんの分っていうのはね、あの、言葉のあれでね、受けに行くのは本人ですから、ね。一人一人の課題は別ですからね、あれなんですけど。でもね、それでね、もうみんな本当にバシッとスイッチ入りましたね、2週間前に。で、ガーってみんな本当にね、そっから勉強諦めないでね、やって。そして、2週間ね、走り切って、合格ですよ。奇跡のね。まあ、そのね、教室にいた塾生ですけどね。教室にいた塾生、全員合格と。一緒に行くんですよ。当時ね、うん。あれは感動しましたね。うん、こうやってやっぱ人間っていうのは変わるんだっつってね。うん、まあ、もっと言うと、これがライブ講座なんだなと思ったんですよね。ライブのいい点だなと。これちょっとインターネットじゃ無理だよね、つってね。この塾生同士のね、生徒同士のやつですよ。ちょっとこれ雰囲気はできないよねっていうのはちょっと思いましたけどね。うん。まあそれちょっと今回置いておいて。でも一つだけ確実に言えることはね、うん。諦めなかったことなんですよ。全員合格したのね。ちょっと検査できるじゃないですけど、二章でしたけど。諦めなかったんですよ。誰一人として。そっからね、バチッとスイッチ入って。落ちることが濃厚だと思ってた人たちがね。とりあえず、ね、もう勉強して、できるところまででいいから勉強して、受けに行くぞというのが目標になったんですよ。合格することがもちろん目標なんですけどね。うん。ね、とりあえずね、受けに行かないと合格絶対できませんからね。うん。諦めないで走り切ろうと、ね。少なくとも本試験会場には受けに行こうと。ね。適前投稿は絶対やめようと。いうふうに決めて、最後のね、試験の直前、超直前期は走り切って、そして合格と。なったんですよ。うん。あれはね、本当に感動しましたし、僕も教わりましたよ。だからね、塾生さんからね。はあ、なるほどと。こうやって、やっぱりね、こう、やる気というか、こうね、モチベーションというかね、雰囲気というか、それはやっぱりこう、伝わるんだなって、伝染するんだなって、いうのがね、本当にこれ、僕は感じましたね、その時ね。うん。そうなんですよ。だからね、うん。まあ、今ね、まあ、実話を喋ったんですけどね、合格した時のね、実話を喋ったんですけど、これ僕の体験ですからね。体験。ね。うん。これ伝わるでしょ？体験だからですよ。ね。うん。で、おそらくね、このね、話をね、今聞いてくれてる方、まあ12人か今ね、あってます。12人の方がね、今見てくれてますけど、ね、この12人の方はですね、今僕がこの喋ってるね、内容っていうのをですね、こうイメージしながらおそらく聞いてると思うんですけどね。うん。その時の僕のこの状況ですね。サムライ塾でのね、この教室の、ライブ講座ですよね。ここの状況ですよ。これを多分イメージしながらちょっとね、今お話を聞いてですね。で、おそらくちょっと12人中ね、何人の方、13人になりましたね。13人中何人の方がですね、こう、建設業研修ね、三日後の建設業研修2級、1級の受験生がいるかちょっとわかりませんけど、ね。で、その中でね、まあ、少なからず多分諦めモードの方も結構いらっしゃると思うんですよ。ね。でもね、その諦めモードになってた方もですね、おそらくこの僕のね、ライブ配信ですね。それを聞く前と後でですね、多分変わってるはずなんですね。気持ちがね。どうですか？特に勉強は進んでないあなたです。勉強が進んでないあなたもですね。よし。ちょっとやってみっかと。3日間ね。残り3日間。ちょっ
ちょっと諦めモードでね、今回はもう落ちちゃうかなっつってね。まあ受けに行くことは受けに行こうと思ってんだけど、でまあちょっと落ちちゃうかなっつってね、いうのがかなり強くなっちゃってるっていうね、あなたです。ぜひね、1% でもね、合格する可能性があるんだったら、そこに意識を集中してね、やってみてくださいよ。騙されたつもりで。ね。うん。で、基本問題中心ね。基本問題ですよ。その代わり、基本問題は徹底的にね、やってくださいよ。そして、ね。これとこれとこれが出たら受かるっていうね。うん。奇跡かもしれんけど。奇跡かもしれんけど、でも、起きないかもしれんけど、起きるかもしれんと。うん。つまり、合格するかもしれんけど、合格しないかもしれんと。それはやってみないとわかんないじゃないですか。ね。うん。そこは自分で勝手に決めなくていいんです。ね。うん。自分で勝手に決めていいのは、この問題とこの問題と、第3問は当たればしゃあない存量、第4問は意思決定、第5問は総合問題みたいな感じでね。これが出るっていうふうに決めきっちゃってやっちゃって別にいいんです。それは自分で決めてください、勝手に。構いません。出るかもしれないし。出ないかもしれない。出るかもしれないし。出ないかもしれない。ね。だったら、出る方にかけてみましょうよって話なんですよ。どうせだったらね。うん。そう。出る方にかけたらば、走り切れますから。つまり諦めないでね。走り切ることができますから。ね。そしたら、諦めないでね、走り切ることができたら、ね、自分に対する信頼、つまり自信ですよ。自信もつくし、仮に不合格になったとしても自信つきますからね。はい、よくやったと。ね。うん、もう思い残すことはないと。ね。うん、もう今回やれることは全部やった。それですよ。それね。あ、今回サボっちゃったなって。それがあるとね、もう後悔ばっかりしますから、なんであの時酒ばっかり飲んだなとかね。うん。なんであの時誘いに行っちゃったんだろうとはね、絶対後悔するんですよ。ね。うん。別に行くなって言ったわけじゃないでしょ？行くなって言ったわけじゃないんですけど、自分の中でね、やりきった！よっしゃ！今回は走りきった！諦めなかったってね。それがあると、ね、その気持ちがね、合格にかなり近づくね、メンタリティになるんですよ。ね。それを培ってほしいんですよね。一番ね。うん。で、副産物がね、さっきも言いましたけど、自分の子供、自分の部下、ね、自分の後輩にね、いい影響を及ぼすんですよ。ね、言葉で言わなくてもね。うん。諦めちゃってる親とかね、諦めちゃってる先輩、諦めちゃってるリーダー、諦めちゃってる社長、ね、がですね、いくらスピーチでいいこと言ったって、誰の心にも響きませんからね。うん。それは今のね、総理大臣とか見てればわかるでしょちょっとまあ、政治的な話はあんましたくないんで、あれですけど、気はしませんけどね。うん、そう。だからね、その人の言葉っていうのはですね、その人の思考とかね、信念とかね、あと行動ね。それによって、やっぱりね、重みが出てきますからね。うん、言葉はね。で、態度の方が言葉よりもね、圧倒的にやっぱ重要ですけどね。態度、姿勢ね。というところね。うん。だから僕は、ね、さっきもね、チラッと出てきましたけど、塾生さんからね、私は今回ちょっともう確実に落ちるって、ほぼ確実に落ちると分かってるのに、なんで先生諦めないんですかってね、いうふうに言われた時のですね、返しは、ね、俺から諦めることは絶対ないですと。うん。1% でもね、受かる可能性があるんだったら、僕は諦めないでアドバイスしますと。局地点でね、これとこれとこれとこれ、これ、これやってくださいって言ってね。うん。俺はアドバイスしますと。ただね、さっき言ったように、ちょっとね、勉強しすぎてね、目の病気で、ドストアストップかかっちゃったとかね、そういうのはね、もう、合格率ゼロですからね。まあ、それは僕は言いませんけどね、健康大事なんで。健康、そうなことはもちろん、ね、しないで、ということで、もうちょっと最優先で、やりますけど、ね。うん。だからね、そんな感じで、うん。僕は諦めませんね。うん。ゼロじゃない限りはね。その、熟成、その、生徒がね、合格、可能性がゼロじゃない限りは。俺絶対諦めません。1% でも 0.1% でもね、0.001% でも合格する可能性があるんだったら、俺は奇跡にかけます。俺はね、ずっとそうやってきたし、これからもずっと多分そういうふうにやるし。
まあ、それやんなかったら多分、後藤道は後藤道じゃなくなりますから、それね。うん。まあ、それは信念なんで、俺のね。それはやり続けますけどね。うん。だから今回もね、まあ、建設業経営者1級のですね、塾生さんは何人かいらっしゃいますけどね。もう誰一人として俺は、けどね、1級のね、諦めてません。ね。うん。まあ、申し込みしなかったとかね、そういう場合はちょっとしょうがないんですけど、試験に受けに行けませんから、そもそもね。うん。それはちょっとしょうがないんですけど。そうじゃない限りは。誰一人として僕は諦めてませんからね。って感じでやっております。はい。ということでね、ちょっと1時間ちょこっと喋っちゃいましたけどね。すいません。ね。うん。なんかありますかね。ちょっとメッセージ、コメントみたいなのね。うん。皆さん、あれですかね。建設業経理士を受験される方ですかね。うん。しょ。単純なんですけどね、諦めないってことなんですよ。一番大事なのはね、本当に、うん、最も大事です。シンプルなんですけど、うん、試験にとってはね、諦めないと、走り切るとね、受かるか落ちるかって自分で決められませんからね、うん、受かるか落ちるかはね、試験作った人が決めるんでね、こっち決められませんから、ね、でもこっちが決められるのはね、諦めないで勉強しきるつことはこれ自分で決められますからね。うん。そこでいいんですよ、別にね。コントロールできないところに意識を持ってってもらってもしょうがないですから、ね。自分がコントロールできるところだけ意識をね、持つんですよ。集中するんですよ。うん。だってそれしかできないんだから。ね。うん。そうでしょ？だってね。うん。明日旅行行くんだ、つって、ね。山登りするんだ、つってね。雨降ったら山登りできないんだ、つってね。だから、てるてる坊主つけるしかできないでしょ雨を降らせないようにしようっつったって無理じゃないですか。自分でコントロールできないでしょこんなのは。ね。うん。てるてる坊主はつけられるんですよ。ね。うん。てるてる坊主を作る努力はできるんですよ。ね。うん。でも、雨を止めることはできないんですよ。ね。うん。それと同じなんですよ。ね。だから、勉強することはできるんですよ、自分で。ね。うん。でも、合格することはできないんですよ。それは、天気と一緒ですから、要は。あそこに意識向けてもしょうがないじゃないですか。ね、うん。だったら、てるてる坊主を作るっていうね。そういった努力すればいいだけなんですよ。ね、どういうてるてる坊主を作るかはできるでしょ、ね、こういう顔にしようとかね。こうやって色を使おうとかね。うん、そういうのはできるじゃないですか。ね、つまり、それが自分勉強するってことですけどね。それはできるんで、ね、そこにちょっと意識をね、集中してやっていけばいいだけなんですよ。ね。うん。あんまりこう、あんまりつが、自分がコントロールできないところにね、意識持ってっても、本当に、まあ、しょうがないですから。自分がね、コントロールできるとこだけに意識をね、なるべく向けてね。うん、まあ、人間なんでね、100% は無理なんですけど。どうしてもね、不安になっちゃいますからね。うん、その不安をなくすとかはできませんから、もちろん。そこはしょうがないですけど。うん、でもね、少なくともね、うん、勉強に没頭すると、余計なこと考えなくて済みますから。うん、人間は一つのことしか考えることできないんでね、基本的に。同時並行できないんですよ。ね。だから、ムカつきながら感謝するってできませんからね。感謝してるときはありがとうっつって、感謝してるだけだし、ムカついてないやーみたいなね、ムカついてるときはね、ムカついてる思考しか出てきませんからね。だから人間は一個のね、ことしか、基本的に考えることできないんで、それをうまく、まあ利用っていうかね、活用して、ね、勉強をね、これが出るんだって決めつけちゃってね、やるっていうことをやっていけばですね、あんまりこう、余計なことを考えなくて済むんでね。3日間です、あとね、3日間。ぜひね、最後まで諦めないでね、走り切って、ね。して、自信ですね。うん。自信です。おそらくね、自信ね。自分に対する信頼ですけど。自信ね。うん、これがね、おそらく、欲しいんじゃないですかね、一番ね。うん、特に資格のね、勉強してる方は多分多いと思います、こういう方。僕もそうでしたからね、すごくよくわかります。資格取るとね、
それが裏付けになって、ね、まあ、自信につながるっていうね。そうね、多分それが結構強いところじゃないかなって、目的としてのね、深層心理の目的ね。もちろん表面的なね、目的は、例えば検出できる検証1級取って、2級取ってですね、まあ、自己審査に加点10になるとかね、それが一応表面上の、ね、目的って言えば、目的ですよね。まあ、会社であったり、自分でね、自己啓発であったりもいろいろあるでしょうけど、ね、そういった目的ありますけど、でも、深層心理こうですよね。自信ですよね。検出できる検証2級取ったら、2級の実力はあるんだという自信ですよね。で、検出できる検証1級取ったら、1級の実力はあるんだっていう自信ですよね。これがやっぱりね、一番培ってほしいものだし、ね、皆さんもね、おそらく自信、これをつけたいからね、この資格にチャレンジしてるというのも少なからずあるんじゃないですかね。うん、と僕は思いますからね。まあ自分に対する信頼ですよね。自分に対する信頼。ね、自分のことは信頼する、ね、うん。自分って自分しかね、よりどころありませんからね。うん、自由っていうのは自分によるっていう意味ですもんね。自由ね。自由。自分によるね。自分による。ちょっと聞かれてみれば。まあいいや。自分によるね。自由です。ね。うん、そうこれから死ぬまでね。自分とはずっと付き合ってきますからね。うん、結婚しようがしてまいがね、関係ねえし、友達がいようがいまいが関係なく。とにかくね、最後まで、関係に入る最後まで、自分というのは自分と付き合ってきますからね。うん。だから、その自分がですね、自分のことを信頼できなかったら、それは苦しいですよ。ね。うん。だから、他の誰がね、信用しなくても、信頼しなくてもですね、自分だけは自分のことを信用しましょうよ。信頼しましょうよ。ということなんですよね、要は。というところでね、ちょっと少し深い話にも最後なっちゃいましたけど、ね、うん。そろそろ、11時、あ、もう17分か。そろそろ終わりにしましょうかね。なんかありますか？メッセージとかコメントとかね。うん。ちょっと、久しぶりにね、ライブやって。今日は結構多くの、ね、方が見てくれてますね、あてます。12。2桁いったのはだいぶ久しぶりじゃないですかね。うん、しばらくね、ちょっと、特に今年に入ってからかな。ちょっと建設業経理士系のね、原価計算の通信教育ね、今、まあ2級もやってますけど、やってて、ね、質問対応ですね。メールのね、まあ、質問とか、そういったものが無料無制限なんでね、僕の場合は。だから、それとね、質問対応がね、結構多くてですね、まあ毎日ね、5、6件ぐらいは必ずありますからね。質問対応がありましたから。その質問対応にずっとね、やってましたんでね。うん、だから、まあ、大体社会人の方ですから、ほぼ全員ね。ほぼが全員か、全員社会人なんで。大体7時、8時ぐらいからかな。7時、8時、9時ぐらいからね。12時ぐらいまで、勉強されるね。うん。ことが多いんでね。うん。その時にこう、質問対応ね、やってましたけど。あ、コメントついてきましたね。イリス・マキナさん。イリス・マキナさん。待ってます。あ、最後まで。ああ、そうですね。頑張ってくださいね。うん。イリス・マキナさん。ね、建設業を受験される方ですかね。イリス・マキナ、マキナさんって言うんですかね。うん。そう。合否もね、もちろん大事ですけど、走り切ることね。うん。最後まで頑張るね。走り切ることですよ。それが一番大事。ね、で、最後まで走り切ったかどうかって、これ、極論からいくと、まあ、突き詰めて言うと、自分しかわかんないじゃないですか。ね。頑張ったかどうかって自分しかわかんないでしょ？ね。うん。だから、自分しかわからないことなんで、だから自信につながるんですよ。ね。頑張んなかったら、ね、自分はわかってますからね。ね。外からね、あ、頑張ったね、頑張ったね、つってね。言われたとしたって、自分の中で、やっぱね、頑張ってない。つまり、弾きってないってなっちゃうと、やっぱ、もやもやした気持ちになるじゃないですか。ね。うん。そうすると、やっぱ自信につながんないんですよ。うん。
で逆に言うとね、外側からね、見られて、頑張ってないって見られたとしても、自分の中で頑張れば別にいいんですよ。ね。うん、まあ、別にいいよと、というふうに思ってもらっても構わへんと。ね、ただ、自分の中ではね、今回はちょっとこれ、走り切ったよねって、最後まで諦めないでよく頑張ったよねとかね。うん。逆に今までの人生の中でね、いつももう敵前逃ばかり言ってたんだけど、今回だけはね、なんかちょっと後藤にちょっと弱気なやつがね、喋ってるやつをたまたま見てね、で、ちょっとなんか風食されて、ちょっとね、じゃあやってみっかみたいなね、感じで、なんか、あ、いい意味で乗せられちゃってみたいな感じでね。で、ちょっとやりきってみて、ね。で、まあ、不合格になっちゃったんだけど、でも、走り切るってこんな感じか、つってね。諦めないで頑張り切るってこんな感じか、つって。こんな感じの、うん、感覚を持ったことはちょっとこれ初めてだぞってなったとしたらですよ。仮にね。なったとしたら、あ、このライブ配信とかね。もしくはアーカイブですね。これを見てくれた方にとってはね、よりこう、価値があったんじゃないかなと。いうふうには思いますけどね。うん、まあ、ぜひね、うん、自分の中でで結構ですからね。自分の中で走り切る。自分の中で諦めないと。ね。他人はどうでもいいですよ。ね。うん。自分の中で諦めなかったら他人ももちろんわかりますから。ね。うん。さっきも言いましたけどね。子供とかね、部下とかね、後輩とかちゃんとね、わかりますか？大丈夫ですよ。ね。うん。そう。だから自分の中でね、諦めないで走り切ると。それをやっていけば、うん。まあ、自分のね、に対する自信っていうね、信じるっていうね、自分に対する信頼。これが得られると思いますね。うん、ちなみにね、自信があるとか自信がないとかいう話を少しするとですね、結局ね、皆さんから見てね、自信がありそうな人間と自信がないさそうな人間いるじゃないですか。自信がありそうな人間っていうのは、ね、まあ、本人があるかどうかですしね、自信がありそうだなって見える人間って、ほとんどね、自分のことをですね、信頼してる人間なんですよ、要は。ね。で、自分のことをですね、信頼するとね、まあ、いわゆるこう、オーラみたいなやつ、ね、ちょっとこの表現いいかどうかわかりませんけどね、まあ、わかりやすいんで使うだけなんですけど、オーラですよね。自信オーラみたいなやつがやっぱ出るんですよね。うん、だから芸能人みたいなのってオーラ出るじゃないですか。芸能人オーラね。うん。あれなんですよね。あれは自分に対する信頼を持ってる。つまり自信を持ってる人なんですよね。そうするとこう、自信オーラみたいなやつがやっぱ出るんですよ。ね、でそのやっぱ自信オーラみたいなやつが出るとですね、やっぱ魅力的に見えちゃうんですよね。うん。そこなんですよね。うん。自分に対する信頼です。自分に対する信頼、これを勝ち取るためには諦めない、ね、ただし別に基準は外界じゃなくてね、自分を基準に置くと、自分の中で納得できればいいんですよね。あ、今回頑張ったなっつってね、うん、あ、今回やりきったなっつって、これ以上やれって言われてもね、まあちょっといろいろサボった時もあったけど、でも総合的に見て、まあこれ以上できないよねって、よく頑張ったって思えれば OK ですからね。うん。そう。そこに基準を持ってくださいね。あくまでね。うん。そう。外界に基準を持ってったらね、全然、まあ、プロのお風呂って僕表現するんですけどね。メンタルと、僕の、ね、メンタルトレーニング講座でね、プロのお風呂って表現するんですけど、ノンフローっていう風な状態になっちゃいますから。ね。うん。基準点どこに置くかによって変わるんですよ。基準点の置き方が大事なんですよ。ね。うん。あくまで基準は自分です。自分。だって自信持つためにやってんだから、ね、基準は十分でしょ、うん、という感じでね、設定ですね、うん、自信の設定の仕方ですよ、ね、そこはしっかりとね、基準の立て方は間違いないでね、やった方がいいと思いますね、うん、はい、他ありますかね。あと5分ぐらいで終わりにしましょうか。ね、11時半ね。なんか2ヶ月ぐらいね、ずっとね、ライブ配信なかなかできなくてね。ちょっと昨日と今日ね、
ちょっと3回ぐらいやったんですけど、久しぶりにね、やって。あ、待ってます。いつも通信教育見本、徳田誠也さん、あってます。いつも通信教育見本の建設教育、計画、ああ、あってます、うん。ありがとうございました。今、ああ、ね、うん。通信教育の見本ね。どうですかね。何が一番こう、いいですかね。うん、まあ、見本ね。通信教育の見本は、塾生さんからのご質問なんですよ。ね。塾生さんからのご質問いただいて、で、それをね、あ、これちょっと知りたい人が結構いるんじゃないかな。っていうのをね、ちょっとピックアップさせていただいて、まあ、公開動画にしてるんですよね。うん。塾生さんしか見れないやつもいっぱいあります、実はね。うん、限定動画とかね。非公開動画いっぱいありますけどね。うん。だから僕の前でご質問を受けて、メールで質問を受けるでしょ。で、無料無制限なんですけど、で、メールで返せるやつは普通にメールで返しちゃうんですけど、あ、これちょっとね、メールじゃなかなか無理だよねっていうタイプありますよね。うん。それはもう僕、動画で撮影して、返したりするんですけど。それの一部をね、皆さんが見れてると、ね、いう感じですよね。うん。なんかまあ、有用なね、情報だとは思うんですけどね。うん。ね、まあ、建設業のね、情報ってあんまないですもんね。日照は多いですけどね。まあ、受験生の数が、ね、圧倒的に違うからね。あれ、しょうがないですけど。まあ、僕もね、最近はもうちょっと、ここ1年ぐらいはもうちょっとほとんどもう建設業ばっかりですからね。ね、むしろ西尾の方はもうね、もちろん内容はもちろん教えることできるんですけど、ね、西尾の試験の状況とかもね、うん、あんまり詳しくはね、なくなってきました。ネット試験が入っちゃったからね、西尾はね。うちではこうネット試験できませんからね、こう小さい塾ですから、ね。うん、だからもう対応ができないんでね、ネット試験にはね。まあ、ペーパー試験の方ができますからね。引き続き、まあ、二所向き二級のね、塾生さんもいますけど。で今日、新たにね、ちょっとお問い合わせいただいて。あ、昨日か。昨日お問い合わせいただいてね。ちょっと今日はヒアリングさせていただいて。二所二級ですけどね。うん、で、苦手なとこ聞いてね。157回の、リース会計が全くできませんでしたって言ったもんでね。じゃあ、それやりましょうか、つってね。レジュメ1日かけて作って、オリジナルレジュメね、13ページあるんですけど、13ページのオリジナルレジュメ作って、じゃあこれちょっとやっといてくださいっつってね。で、予習やっといてくださいっつって。で、来週の水曜日なんですけどね、水曜日にまあズームを使ってね、ワンツーマンで。体験入学ですけど、それ最後ね、やっていくと、ね、感じで、進めてるんですけどね。それは日照の方ね。うん、もう一人一人僕レジュメ作りますからね、今日にね。オリジナルレジュメね。1日かけて作ったりするんですけど、まあ、下手したらもう1週間ぐらい丸々かけてレジュメ作る時もあるんですけど、その人のためだけの、ね、レジュメね。PDF ファイルで作ったりするんですけどね、うん。そんな感じで、やったりしてますけどね。うん、だからね、ちょっと、建設業でね、今回は質問が結構いっぱいありましたからね。その質問対応でね、ずっと、ここ、1月、2月かな。ずっとやってたんでね。なんかライブ配信ができなかったんですけど。まあ、今1週間前ですからね。あとはもう皆さんね、僕の塾生さんはやることが決まってますからね。それをひたすらやってください、つってね。公式 LINE でもね、一人一人アドバイスしてますからね。うん、公式 LINE の方を使ってね。誰々さんこれやってください。誰々さんこれやってくださいってね。誰々さんこれでいいんですよ、つって。そんな感じでね、一人一人のアドバイスで、一人一人進捗度僕全部把握してるんで、ね、うん。で、今週はね、もう本当に繰り返しですからね。今までやってきたやつの繰り返しの時期なんでね。そんなにこう新たに質問ってのはないんでね。ちょっと比較的ね、まあ、時間は空いてますから、ね。ちょっとライブ配信してみようと思ってね、やったっていうのもあるんですけど。というところでね、うん。やっぱり建設業ですね。経理士1級2級を受ける方が多いですね。うん。くれた方もですね。お二人ね、くれてましたけど。どちらの方も建設業みたいですね。うん。で、そろそろ大丈夫ですかね。うん。ありますか？他に。メッセージ、コメント。今日はちょっと久しぶりにね、
結構多くの方が見てくれてね、なんか嬉しい気分になってますけど、今ね。ね、しばらくね、一人とかね、二人とかね、こんな感じで、やってる時が多かったんでね。うん、今日はね、まあタイトルもね、今日はもうはっきりしてますし、ね、で、僕の YouTube のね、チャンネルは、特にここ1年ぐらいはね、15% の人はね、建設業研修2級から来るんですよね、検索でね。で、1級が残り 5%、残りつか 5% ぐらいかな。だから、僕のね、すべての動画の、20% の方はですね、建設業をピンポイントで検索して、いらっしゃる方なんですよね。でもね、ちょこちょことしたやつも入れると、多分どうでしょうね、もう半分ぐらいは多分ね、建設業の経理の数じゃないかなと僕は思いますね。うん。あと2章1級ね。うん。2章2級3級はね、他にいっぱいやってる人がいるんで、僕の方にね、多分あんまり来ないんでしょうけどね。1級の方は来ますね。うん。結構僕の YouTube はね、結構、癖があるっていうかね、濃いんでね。うん。まあ自分でもなんですけど、かゆいところに手が届くようなね、多分動画だと思うんでね。結構時間は長い動画では多いんですけどね。うん、でもね、じっくり腰を据えてみるとね、勉強になるっていうね、動画が多いですからね。僕のやつはね。まあ当たり前なんですけどね、有料の塾生さんからのご質問に対する5回答ですから、要は、ね。有料講座にしても全然おかしくないレベルのやつですからね。そりゃそうなんですけど、ね。ということでね。ありますかね、うん、今日はね、この時間になってもね、2桁10人のね、前後の方がね、いてくれてますからね。ありがとうございます。ね、まあ、僕はライブ好きなんでね、喋り出したらキリがないんでね、ずっと喋っちゃうタイプの人間ですけど、ね。うん、建設業。あと3日。ね。うん、これ本当に、ね、この試験はいい試験ですね。うん、もっといい試験。ね。うん。ジョブ記2級。ね。うん。いい試験ですよ。今ね、ちょっと一生懸命この建設業経理士のね、これ使ってね、1級なんですけど、財務部諸表ね。そろそろまあ、大体出来上がるんですけどね、レジュメの方がね。うん、一生懸命ずっとこれを作ってました。ね。ね、で財務分析はもう出来上がったんですけどね。うん、まあ、喧嘩検査もすでにね、全部できて、まあ、通信記録でやってて、財務分析もレジュメは出来上がってね。まあ、オリエンテーションしかまだ財務分析は収録してないんですけど、次はね、財務諸表ね、の方のレジュメもね、まあ、ほぼほぼ9割ぐらいもできたんで、ね、あとは仕上げてね、で、収録をしていくという状況に。なってますけどね、うん、まあ、4月ぐらいからかな、4月ぐらいから、うん、新たなね、講座スタートということでやろうと思ってるんですけどね、また詳しく決まったらね、告知の動画とかも出そうと思いますけどね、財務諸表と財務分析講座の方もね、スタートしようとは思っております、ね、財務分析はね、もう確実にもうスタートしてますけどね、4月からね、まあ、早かったら3月の終わりぐらいから、プレ講義みたいな感じでやると思いますけど。財務諸表ですね。財務諸表の方は、もうやるつもりはいるんですけどね。うん、4月スタートぐらいでね、やろうかなと思ってますけど。9月目標のね。ですねちょっとまだ、財務諸表はね、全部は仕上がってないんで。そうですけどね。いやー、この講座もね、今年の、去年か、去年のね、9月ですね、去年の9月に、一本の電話をいただきましてね、この、徳田さんですか、徳田誠也さんのようにですね、この、通信教育見本のね、僕の動画見てた方ですけど、電話がありましてね、まあ、当時は2級ばっかり。つか2級しかやってませんからね。建設業研修1級作るつもりなかったんでね、僕はね、最初はね。2級まで、
しか作るつもりなかったんですけど、通信教育をね。でも、お電話いただきまして、一級やんないんですかってね、一級あるとしたら、受けたいです。ゼル受けたいです。つってね。建設業軽視2級の通信教育の見本の動画がすごくありやすいです。つってね、ありがたいことにお電話をいただきまして、あ、そっかと。じゃあ、俺一級ニーズあんのかなと思ってね。で、他にね、建設業軽視のですね、2級の、まあ、体験入学ですね。体験入学講座、まあ、6名様がね、全部で受けてくれたんですけど、去年の4月、9月か9月の試験向けにね、受けてくれて、まあ、全員ね、リピートはしていただいてですね。スタートしたんですけど、ね、リピートすらね、2級の講座のね、他の講座とか、まあ、建設業1級もそうですけど、リピートしていただいてね、1級、じゃあ作ろうかということでね、じゃあまずは原価計算から作りましょうっつってね、建設業軽視1級の原価計算、じゃあ作りますっつって、11月のね、発表後ぐらいからスタートできるようにしますよって最初言ったんですけど、ぜひ早めに勉強していきたいということでね、ご要望いただきまして、じゃあどうすっかなとね、レシュメ1枚もできてないのにね、通信教育のね、建設業軽視1級の原価計算申し込みたいですってね、いう方がね、続々と出てきちゃいましてね。いや、まあ、いい意味でね、参ったな、つことで。じゃあ、プレ講義やりましょう、つってね、そんな感じで始まったんですよ。ね、で、11月までに、まあ、原価計算のね、レジュメ作り上げて、で、その後ですね、まあ、通信教育をね、原価計算で、ね、やり始めて、で、やりつつ、まあ、財務分析とですね、財務諸表のレジュメ作りですよね。それ去年の12月ぐらいから、去年11月終わりか、から財務分析作り出し、まあ、財務分析は1ヶ月終わったんですけど、ね。財務諸表ですね。これは時間かかるんですよ。ね。2、3ヶ月かかるなと思ってたんで。まあ実際かかってますね。で、去年のクリスマスかな？クリスマスぐらいから、この財務諸表ね、のレジュメの、オリジナルレジュメね、の方を作り始めて。で、まだね、9割ぐらいは完成しましたけど、ね、また1割ぐらいまだ完成してないんでね、今一生懸命、今日も作ってたんですけど、レジュメをね、作ってたんですけど、そんな感じで、まあね、3月いっぱいにはね、ちょっと完成させてね。で、財務分析とね、財務諸表はスタートしたいなっていうふうに思ってるんですけどね。だからね、その中からね、やっぱりこう、建設業軽視1級ですね。2級もそうですけど、1級ね、のニーズがあるんだなと、ね。いうふうに、僕が教わりましたね。生徒さん、塾生さんね、から、教わりましたね。なるほど。じゃあ、日商のね、簿記じゃなくて、じゃあ、建設業の方にちょっとね、力入れようっつってね。そこから決めましたからね。まあ、教室ライブはできませんか、できなかったからですからね。コロナの影響でね。全然できなかったんで。ね、去年はね。まあ、まだね、今もちょっと影響を受けてるんですけど。教室ライブができないんでね。まあ通信教育しかできませんから。通信教育で絞ってやろうっつってね。去年はやってましたけどね。まあ今もやってるんですけど、そんな感じで。だから、去年の終わりぐらいからかな。12月ぐらいからは、教室ライブの問い合わせがほとんどになりましたかね。まあちょっと全部断ってたんですけどね。まあ、リモートだけになっちゃいますからね。どうしてもね。まあ、まだしばらくね。ちょっとまだ続く感じですからね。まあ、通信教育中心にまだまだやっていこうと思ってますけどね。ただ、講演の方がね、ちょっと復活してきましたからね。講演ね。講演セミナーの講師やってますけど。4月のね、22、23かな。ひたちなかテクノセンターね。さんっていうの新入社員向けの簿記セミナー、研修ですね、これはね。社員研修みたいなもんですけど、企業研修ね、の講師の話がね、また復活して。まあ僕、創業17年目なんですけどね、
17年間ずっとね、リピートいただいた講座、セミナーだったんですけどね。去年初めてね、コロナの影響ですっ飛んじゃったんですけどね。まあ、今年ね、また復活しましたね。あとは、ね、まあ、ある静岡県のね、業界団体さんとか、ね、そこからの講演の方もね、ちょっと去年中止になっちゃったんですけど、またね、収束したらお願いしますって言われてるんで。それは社長向けの武器ですけどね。うん、とか、いろいろありますからね。うん、まあ、もしね、この、ライブ配信をですね、見てる方でね、僕はね、自分のね、ちょっと地元の方のね、まあ、商工会社とか商工会とかね、まあ、教官大会とか、まあ、皆さんの会社でもいいですけどね、企業研修でもいいですけどね、ちょっと講師として、ね、ごとびちを呼びたいと、ね、いう方がいらっしゃいましたらね、まあ、ぜひぜひ、ご相談してみてくださいね。うん。基本的にどこでも行きますからね。全国ね、どこでも講演、講師行きますからね。ぜひね、僕の方ね、ご用命がございましたらね、ぜひお呼びしてね、いただいて、まあ、全力でね、講演、講義、セミナーね、させていただきますからね。うん。いやね、また、ごひいきにね、お願いしますね。うん。まあ、全力講義がね、売りですからね。うん。まあね、一番好きなのはやっぱ僕ライブですからね。うん、ライブの講義ね。セミナーね。うん、これがね、まあ、一体感作りやすいしね。喋、まあ、ってる俺も気持ちいいんですよ。やっぱこうね、まあ、見られるとね、気持ちいいっていうタイプなんですよね、俺はね。ね変なやつですけどね。ねうん、でもね、やっぱこう自信ないからなんですよ。それはね、俺はね。自分の自信がないのがスタートしてるんでね。やっぱりこう、うん、なんか、講演、講師っていうのがね、見られるっていうのが、なんか、気持ちよくなりましたね。うん。結果的に転職になっちゃいましたね。うん。まあ、普段はね、仕事やってるときはこんな感じで、ね、どんどんパワー、ね、パワー系の、喋りとかトークでね、できますけど、普段は静かですからね。おとなしいんでね。ほとんど喋りませんから。だから仕事の時だけ返信するみたいな感じですかね。うん、だからよく言うでしょ、テレビではすげえ明るくね、喋るんだけど、楽屋では静かだっていうね、99の岡村、高橋でしたっけね。あんな感じじゃないですかね、多分俺もね。うんでもね、言われましたけどね、僕は、講演の先生方から、あ、それはいいよ、つって、向いてるよ、つって、あ、そうっすか、つってね、うん、そうなんだよ、つってね、うん、普段から明るいやつって、あんまり向いてるんだ、つってね、うん、そう、普段は暗くていいんだよ、つってね、日常生活とかね、プライベートは全然暗くて、全然喋らなくていいんだよ、つってね、ただ仕事になるとね、カチッとスイッチが入ってね、うん、身振り手振りでね、こうね、オーバーアクションもできるみたいなね。そんな感じが一番いい役者になれるんだよって。まあ役者だけど俺だと思ったからね。ね、講師はそういうのがいいんだよっつってね。言われたことがあったんでね。うん、だから落語家とかもですね。だからやっぱりこう、うまい落語家とか面白い落語家ってやっぱりこうね、プライベートとやっぱ舞台に上がってる時は全然違うみたいですもんね。うん。だから、ああ、なるほどなと思ってね。うん。いうふうに思ってね。まあ別にそこはね。まあ、20代とかね、の時は、まあ、悪いことかなと思ってたんですけどね。まあ、もう、そうそう、俺、来年50歳なんですけどね。50歳になる、僕からね、してみたら、まあ、それが結構、ね、この仕事に合ってるかなっていうね、感じでは思ったんでね。まあ、いいかなと思いますけどね。うん、ね、というところで、11時半に終わりにするとか言ってて、15分ぐらい延長してますけどね。まあ、好きなんだよね、喋るのがね。うん、12時にはやめますから大丈夫ですよ。12時以降はもう絶対やんないって、それはもう決めてるんで、ね。どんな時でもね。15分ぐらい喋るから。うん、なんかあります？ね。うん。よいしょ。ないかな。よいしょ。ね、長い時は5時間も6時間も喋ってましたからね。まあ、最近はさすがにそれまでないですけどね。うんちょうどあれだね。10年前がね、東日本大震災じゃないですか。今日のね、10年前ね。
で、東日本大震災の時に、まあね、まあ、似てる感じになりましたね、コロナのね、今回とね。まあ、大地震の時はね、まあ、結構亡くなった方が多くて、津波でね、亡くなった方が多いっていうことでしたけど、まあ、僕のね、こう住んでる茨城県の日立市の大三町とかね、まあ、電車が止まって、まあ、放射線でしたけどね、僕らの場合はね、風評被害で、ね、かなりひどかったんですけど、うん。茨城県の北と南ではね、全然違いましたからね、風評被害がね、あれでしたけどね。うん。で、その時にね、やっぱりこう、教室がなかなかできなくなっちゃったんですよね。うん。で、やべえなと思って、ちょっとインターネット使ってね、その時も通信局が一応やったことやったんですけどね。うん。DVD 販売でしたけどね。やりましたけど。うん、で、その時にね、Ustream ってやつですね。今はないのかな ?Ustream ってやつを実はね、ちょっとまあ、震災の時暇でしょうがなかったんでね、やったんですよ。ね。Ustってやつね。そう。それがスタートでしたね。このライブ配信のね。そう。で、その Ustream の時もね、もうほんと5時間も6時間も喋ってましたもんね、ずっとね。いやー、最初喋れっからと思ったんですけどね。これ、観客誰もいませんからね。現場にはね。カメラだけですからね。うん。で、皆さんの顔もね、わからないです。まあ、コメントいただくとね、こんな感じで。わかるんですけど。でも顔はね、出てないし、名前しかね、出てないですからね。この状況で、俺一人でペラペラ喋ってるだけなんですけど。ね、それが、ユーストリームだったんですね。だから、これも一緒ですよ。これ YouTube もね、一緒。これも一人喋りですから、要は。ね。うん。一人でペラ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 ずっと今日も1時間40分喋ってますけどね。よう喋るなと思いながらやりますけどね。でも、そのユーストリームでやっぱ3時間とか4時間とか5時間とかね、平気で一人で喋ってたんですよ。ね。で、全然止まらないんですよね。喋りでして全然止まらない。ネタが、っつうかね。これ喋ろうと思って喋ってんじゃないんですよ、実はね。うん、今日はね、一応タイトル決めてたから、1時間ぐらいはね、その内容について喋ってましたけど、残り1時間ぐらいね、40分ぐらいかな、これ。全然何もノープランで喋ってますからね。ね、まあ、コメントあったらば、それに対して喋ろうかなとはありますけどね。うん、でも、まあ、ノープランで思いついたことをね、そのまま喋るっていうね、ことでやってるんですけどね、これもほんとほっといたらずっと喋ってるんですよね。ね。なんでしょうかね。これもちょっと一種の才能といえば才能なのかな、ちょっとわかんないけどね、うん。そう。で、ある方からね、まあ、ちょっと他のね、僕 YouTube は、まあ、見ることは見ますけどね、ドリフのコントとかね、ダウンタウンのね、やつとか、最近はちょっと見なくなっちゃうんだけど、エガちゃんのね、やつとか、そういうやつは、まあ、見たりはするんですけど、いわゆる YouTuber っていうね、人やつは見ないですね、ほとんどね。うん。見たことはほとんどないんですけど。そうそう。でもなんかね、こういったライブ配信とかもやるんですかね、たまにね。ちょっとわかんないですけど、見たことないから。でもこうライブ配信はこう編集できないじゃないですか。ね。これ生放送なんでね。うん。編集は全くできないんで、どうやらね、こう、なんか、YouTuber っていうね、人たち。まあ、上手い人もいるらしいですけど、やっぱこう、ノン編集でね、喋るときに、なんかね、こう、まあ、ボロが出ちゃうとかね。うん。なんか、悠長に喋ってるぞ、みたいなね。うん。いうふうなのが、こう、なんか、結構あるみたいですね。ちょっと僕はわかんないですけど。うん。で、それに対して僕の場合はね、こうやって、まあ、内容はさること、置いといて、悠長にはね、悠長っつうか、ペラペラずっと、切れないで喋ってますよね。ね。うん。まあ、それはやっぱり、なんだろう。まあ、向いてんのかなって感じはしますけどね。うん。というところでね、よいしょ、12時になっちゃうか、そうそうね。ずっとね、こう、教室ライブどうなんですかね。基本的にね、今のところは教室ライブはまだ開講するつもりじゃないんですけど、うん、問い合わせがね、教室ライブが多いんですよ。ね、ただ、うちの場合はね、完璧に、マンツーマンでやってるからね、基本的にね。いわゆる3密ってやつは思いっきりですからね。3密なんだできませんから、うちの自分はね。そもそもね、うん。俺はいいんですよ。ね、俺は全然、まあ、気にしないっていうか、
もう鼻からですけどね。俺の考え方は全然変わってませんから。1年前からね。うん、まあ、もしね、興味ある方はね、僕の、3月16日かな。確か3月16日にアップした、くじ甘海岸シリーズっていうやつがね、あるんですけど、それ見ていただくと、ね、俺のコロナに対する考え方は載ってますからね。それで見ていただければね。今日はちょっともう喋りませんけど。一貫してずっと僕は変わってませんから。ね、何にも変わってないですよ。うん、だから自分の塾生がね、別にコロナにかかろうが何しようがね、まあ関係なくね、普通に今まで通り接しますよ、つって。ね。うん。差別なんか何もしませんよ、つって。うん。っていう考えですか、俺は。俺はもう全然気にしないんですけど。この中にはね、結構神経質になる人もいるじゃないですか。ね、そうなってくるとね、ちょっと、めんどくさいんで。ね。ちょっと教室ライブはね、シマーなんかやりません、つってね。ということで、今、ホームページもね、そうやって名を打って、ね、教室ライブは受け付けてません、つってね、やってるんですけど、まあ、リモートのね、ズームを使ったやつは受け付けてますからね。また、それはね、引き続きやっていこうと思いますし、通信教育のね、方もね、まあ、力を入れて、やっていこうと、ね、いうふうに思ってますけどね。うん、まあ、でもどうでしょうね。うん、まあ、実はさっきまでこう、後ろに兄弟がいる日照のね、ことをちょっと喋ってたんですけど、日照簿記からはね、もう、多分ほぼ撤退状態ですよね。うん、ネット試験が入ってきちゃったからね。うん、ちょっと、日照の方。まあ、日照一級はね、うん、やるかもわかりませんけど。日照二級、三級、うん、の、多分、侍塾後藤道夫のニーズはどうですかね。あんのかなわかんないけど。ね、うん。まあね、受けたらね、もちろんやるっていう感じでは、ね、考えてますけどね。まあでも、日照簿記じゃなくてね、建設業、経理士、9に9ですね。これの力入れて、そしてね、講演ですね。うん、講演セミナー。うん、全国のね、講演セミナーです。こっちの方ですね。うん。まあもともとそっちの方力入れようと思ってましたから、僕はずっとね。それで力入れて、ね、やっていくんで、うん。商工会所とか商工会とかね。あと、まあ、中央団体さんとかね。まあ、いろいろあるんですけどね。業界、実業団体って言うんですけどね。実業団体さんがね、ありますから。そこからね、まあ、呼ばれてね。講師として呼ばれて。まあ、簿記ですけどね。簿記の講演ですけど。2時間ぐらいね。うん、まあ、全国で喋っていくみたいなね、うん。こんな感じを、やっぱ、中心にね、やっていきたいんでね。それはちょっと力を入れて、引き続きやっていこうとは思いますけどね。うん。だから、日照簿記対策のね、講座とか、まあ、頼まれたらやるみたいなね。ご依頼を受けたらやるみたいなね。そんな感じで、多分日照の方は、なっていくんじゃないですかね。うん。かなりこう、なんつうのかな。さっきもちらっとね、ホームページ見たら、結構すごいこと書いてありましたけど、ネット試験ね、二小簿記の2級3級ネット試験がもうやってますけど、ネット試験のね、なんかに関するコメントですね。まあ問題もそうだし、感想もそうだし、そういったものをSNS で言っちゃったらもうダメなんですよね。受験生とかがね。まあ、講師もダメなんでしょうけどね。うん。それやったらね、なんか次から受験させませんよって書いてありましたね。いやーね。かわいく、ひで、まあ、なんて表現したらいいんだろう。ね。うん。まあ、ペーパー試験の方はね、まだ、もちろん問題は移しちゃダメなんでしょうけど、著作権からね。僕も二章の方は問題移してませんからね。建設業はね、もうインターネットで無料で出てるじゃないですか。あれありがたいですよね。うん。だから僕も問題移しちゃったりしてるんですけど、インターネットでダウンロードできますからね、全員ね。うん。本当にありがたい試験ですよね。素晴らしいですよ、建設業は。ね。うん。思いますね。まあ、日照の方はね、そのネット試験のやつはね、ダメだ、みたいなね。言うんじゃねえ、映すんじゃねえ、みたいな。書いてあってね。
あ、そうなんだ、つってね、うん。みんな知ってんのかな、それと思ってね。うん、ね、うん。まあ僕はね、ちょっとネット試験はもう対策してませんから。それができないんで。うちみたいに小さな塾はね。うん。だから、引き続きね、ペーパー試験のやつはね、やろうと思いますけど。ね、ネット試験のやつはもうノータッチですね。うん。それはもう大手さんだけ。ね、大手さんがやっていきますしね。僕が入る余地は全くありませんからね。うん。まあ、僕も、ネット試験の対策はね、するつもり全くないですし。ね。まあ、仮に、まあ、でも大丈夫か。ね。二種目一級の方はね、ネット試験じゃなくて、ペーパー試験でね。まあ、これからもずっと行くと思いますからね。うん。まあ、二種目一級は、ね、講座はちょっと作って、行こうというふうには思ってますけどね。引き続きね。うん。ただ、フルセットってやつじゃなくてね、多分、単価講座じゃないでしょうかね。ただ、連結会計だけ教えてくれとかね。キャッシュフローだけ教えてくれとかね。うん。そんな感じで。ご注文いただくときは多いんじゃないかなというふうに思いますんでね。まあ、単価講座みたいな感じ、ね、単元講座か、ね。単元講座みたいな感じで行こうかなとは思ってますけどね。印象の方はね。うん、まあ、建設業の方はね、まあ、単元っていうかね、まあ、3科目ですから、1級の方はね、3科目で。で、まあ、質問無制限っていうね、講座の方はね、まあ、10人限定で。募集させていただいてね。まあ、10人までが限界ですよ。僕一人で全部やってるんでね。限界なんで、10人までにさせていただいて。で、質問なしのね、DVD だけのね、講座みたいな感じは作ろうと思ってるんですよ。でそうするとまあ安くなりますからね。うん。だ僕の講義とレジュメだけ欲しいっていうね、方も、まあ、いるかもしれんなと思いましてね。質問は、いいけども、つってね。ちょっとね、講義とレジュメだけ買いたいっていうね、方もいるかなと思いましたね。その方はね、まあ、安くなりますからね、だいぶね。うん、そういうちょっと、まあ、講座というか、それは教材販売かな。うん。教材販売みたいな感じの、やつもね、ちょっと、ベッドで作ってね、行こうかな、というふうに、今、考え中ですけどね。うん、まあ、具体的にまた決まったらね、告知はしようと思いますけど。ね、そんな感じで、行こうかなと。建設業研修1級のね、2級のね、通信教育のね、うん。まあ、行こうかなというふうに思っております。はい、そろそろあとね、2分ぐらいで12時になりますけど、ね、そろそろ終わりにしましょうかね。なんかありますかね、メッセージね。うん。今度はもう完璧終わりになりますからね。12時以降はやりませんから、ね。ライブ配信はね。な感じでね。今日は約2時間、ね。久しぶりに2時間ですね。喋、うん、りました。ね。僕も、ね、結構楽しくお話しさせていただきましたね。まあ、コメントもね、2件ほどいただきまして、ありがとうございます。ますかね、なんかよいしょ。じゃあ皆さんね、あと3日、3日ね、最後まで諦めないでね、走っていくとね、うん、心持ちが大事ですからね、それが引いてやね、自分の自信、自分に対する自信にね、つながってきますんでね、ぜひぜひ最後まで諦めないでね。走ってきてみてください。はい。では以上です。頑張ってください。ありがとうございます。